った。過去の地震災害発生時には道路が寸断され孤立状態となった被災地にいち早く出向し、道路状況や被害状況を直接確認して正確な情報をいち早く収集報告し、その後の救助活動に貢献しました。こちらは水槽セクションです。走行は先頭から佐藤総隊長、田上隊長、続いてのセクションは車セクションです。それではここで佐藤小隊長が訓練終了申告を行います。前輪ブレーキを併用することがいかに大切かがお分かりいただけたかと思います。